ろしくお願いします。君に届くようにがむしゃらに僕は歌ってるよ。ずるいやつが夢って単純な物語の中、このまま遠くへ行けるかもなんて簡単にはいかないな。声で語ったあの日も、
Don't die.
の渦を自動をしては繰り返す日々に日々などないんだって。まさに僕らの中の変わらずあんまり愛せリセットボタンはないから再び生きてはリピート再生さバカな最後の出来すぎて最後になって気づけばあの頃で気づいちゃってマジそういうことは問題になって気づきたって何も変わらなくてムラムラって僕らは一緒だってもっと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 胸ならさめてよそこいを当ててまた始まる世界のルートこうに向かそこへの生き方見つめさせて一体いつになるのやどうか溜めてて明日の顔で蹴り飛ばせ笑えないのはどうして君のせいならどうしてお越しの皆さん、こんにちは。せい、こんにちは。私たちメルヘン神地アイドルワンダースネークです。よろしくお願いします。毎回鶴間公園のライブはこのパーカーで参加させていただいてるんですけどね、あったかいね、まだね終盤の方はあったかくていいな。早速なんですけど、次の告知させていただきます。次のライブはこの後夜16時くらいから L サイズさんにてライブをさせていただくのですが、ワンダースネーク、いつもは4人のグループで、フルメンバー4人でやるんですけど、初めて40分ライブやるね。40分ライブです。そうなんです。普段15分とか20分とか枠いただいてるんですけど、初めて40分の枠に参加するので、ちょっと気になったなって方いたら、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてワンダースネークの特典会では、誰でも1日1回1人好きな女の子、好きな女の子って言い方であってるのかわかんないけど、チャキじゃない、写メが1枚無料で撮ることができます。この後特典会、交流会やらせていただくので、よかったら笑うな交流会やらせていただくので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてクラウン告知は、はい、2月20日にラットセブンさんにて、キマイラレバークラウンエキゾナレイの合同生誕祭があります。ぜひ皆さん予定空けてきてください。よろしくお願いします。お願いします。ワンダースネーク初めての生誕祭なので一緒に盛り上げましょう。それでは以上、私たちメルヘン神チキアイドルワンダースネークでした。ありがとうございました。